はい、こんにちは。クレッチョチャンネルです。本日も神々解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日はラウンド1が対策 NG ディスプレイ崩しというタイトルでお送りしていきます。それでは、参りましょう。はい、ただいまプレゼント企画実施中です。締め切りは11月11日ですね。こちらのサムネ詳細ありますので、ご視聴よろしくお願いいたします。はい。というわけでね、本日はね、皆さん大好き、ディスプレイ崩し、ディスプレイゲットしていこうかと思います。早速見てください。こちらね、上から2段目のティガ、めっちゃゴリゴリにアーム当たっております。でね、最近ね、ラウンドワンさんがね、この対策、ディスプレイ崩し、ディスプレイゲットに対してね、対策しているものがありますね。その一つ目がね、この、よく見ていただくと、このね、ディスプレイね、棒がたくさん刺さっているんですよね、横にね。この棒がね、たくさんあることによってね、景品をしっかりね、こう、ホールドというかね、支えるというかね、状態にしております。そしてもう一つがね、こう、ギチギチに入れるっていうタイプなんですよね。おそらくね、このティガもね、このディスプレイ設定時はね、多分綺麗に、もう、ビチビチにね、景品入ってたと思うんですよね。そういった場合ってね、こう、景品がね、押し合っているんでね、なかなか抜けないんですがね、この設定、弱点があります。今も見ていただくはわかるんですけどね、真ん中ら辺景品抜けてますよね。この程度ね、これね、景品ゲットされちゃうとね、そう、隙間ができてゆるゆるになります。なのでね、これね、最初はいいんですがね、もう時間が経つと全然ね、対策になっておりません。というわけでね、早速そのね、ティガをね、もうこれ結構ゆるゆるなんですよね。で、上から3段目のティガもね、ちょっとアームが当たりますね。ここです、これ、こいつ、当たっておりますね。ただね、やっぱ左から2番目のね、上から2段目ね、上から2段目のやつがね、やっぱ気になるんでね、あいつを狙っていくかと思います。さあ、どうでしょう。これね、アームが、本体が上がる際にも攻撃できるんですが、かすらないか、あらないか、当たりませんね。というわけで、もう一度行きましょう。やはりね、この2段目のやつ行きましょうか。左から、上から2段目のね、左のティガ行きます。さあ、どうでしょう。ボディアタックかまそうと思うんですが、設定して、これね、アームじゃちょっと弱いんですね、当たりがね。なので、ね、ボディアタックだ、抜けるか。抜けちゃうか。さあ、どうだ。今度戻る際にもね、攻撃していこうかと思います。さて、最後の一撃。ほい。いい、ダメでしたね。というわけでね、ここを撤退しておきます。はい、すいません。はい、というわけで、今度はね、こちらのカービィ、先ほど言っていたギチギチバトル、ちょっとですね、はい、狙っていこうかと思います。このね、カービィのね、もうね、棒結構刺さっているんですよね。まずはね、この前から見たらわかるね、ところに一本ピンってあるんですけど、これね、よく見るとね、足の真ん中にもね、棒があるんですよ。なのでね、どちらかというとね、足を棒で挟むような感じでね、ディスプレイね、挟まれてるんでね、なかなか抜けないんですよね。というわけでね、一旦、下ろしてみます。これね、こうね、ここまで景品にね、アームが当たる設定ってなかなか珍しいんですけどね、このね、景品ね、思いっきり詰め込まれてるんでね、カービィ出てきません。で、さらに、あと一つでね、このカービィなんでね、丸いじゃないですか、表面がね。なのでね、こう、表面がツル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 アームが抜けちゃうっていうパターンになっております。で、これね、こう、ツルンと抜けるんですよね。というわけでね、一応、一番左がね、やっぱね、一番いいんですよ。これ、ここからね、落とすとね、ディスプレイそのまま落ちてくるんでね。ですが、どうでしょう。でね、製品ギチギチに入れすぎててね、アームの向きがめっちゃ変わるんですよね。というわけで、アームボディアタック。さあ、どうでしょう。これも甘いかな？さて、上がる際には届かないか。厳しいか。もう一度行きましょうか。こういうのってね、ちょっと抜けたら一気にボコボコってね、崩れてくるんでね。それを期待しながら、さあ、どうでしょう。この左のカービィをね、こう、右に、左に、ぐにゅぐにゅぐにゅってやって出てきてくれたら嬉しいんですがね、意外と出てこないんですよね。これね、どうだ、どうだ、ほい。やっぱね、カービィなんで、やっぱ、こう、アームが滑りますね。厳しいか。もう一回、いけ無理か。無理そうですね。はい。というわけで、やばい、これ、アラーム鳴るやつですね。やばい。アラームは大丈夫か？あ、大丈夫ですよ。というわけで、ここもすいません。撤退してください。すいません。ちょっとね、取れませんでした。はい、続いてこちらね、サンリオのキキララ狙っていこうかと思います。これ見てください。奥アーム。奥アームがこれ届くんですよ。ただね、このディスプレイ届くんですがね、届き方がね、アームを下ろした際にしかね、アームが渡らないんですよね。なのでね、まあ、先ほどみたいにね、こう左右に揺らすとかいうことができなくてね、上から落とすっていうだけなんですよね。で、今度は鼻に引っ掛けてみます。
どうでしょう。でね、この景品もね、棒がたくさん刺さってるんですよね。これで棒と棒の間にね、この体が入っちゃってるんでね、こう、なかなかこう、スコンとは抜けてくれないんですよね。というわけで、もう一度いこうかと思います。さあ、どうでしょうか。僕はアームで、あーって、やはり抜けていな、動いていませんね。体がしっかり挟まってるんでね。というわけで、ここもすいません。失礼します。まあ、ディスプレイね、ベッドっていうのはなかなかちょっと運要素もありますからね。はい。というわけですいません。続いてこちら、私ね、ほとんどしない。橋渡し。なんていうか、これ、段違い橋渡しっていうんですかね。狙っていこうかと思います。でね、このね、シャービのボックス、めちゃくちゃ可愛いんですけど、なぜこのボックスをね、私狙ったかというとね、見てください、この縁。地にね、アームを落とすとね、いい反応するというかね、攻略ができるという、ね、攻略法みたいなやつをね、私、動画で見て勉強しました。はい、というわけでね、お、これ、いい感じです。さあ、どうでしょう。このまま、右アーム頑張ってくれ。あー、どうなんだ？あのね、私、橋渡しね、全然知らないんでね、チャンスなのか、積まってるのかもさえ、ちょっとよくわからんのですよ。これも、右アーム頑張ってくれ。あーね、こうね、右アームが頑張って、こう、ズボンってやってくれたらね、こう、ストンと落ちるような気がするんですけど。あくまで気がする、します。というわけでね、私のね、橋渡しはね、正直、解説ありません。はい。なんか、一心不乱にやっております。とりあえずね、この縁をね、押して、なんか動かんかな、動かんかなとあちこち押してるんですが、これは全く動きませんでしたね。はい。というわけで、もう一度行きましょう。この奥、あ、これ、いいんじゃないか、いいんじゃないか。で、左アーム頑張れ。左アーム頑張って、あら、奥に行っちゃいましたね。というわけで、一旦戻します。はい。ここからですよね、ここからね。ここからどこを押して動かすかなんですよね。本来ですよね、なんか手前とかね、こうすくい上げればいいんですけど、ちょっとパワーがやっぱない感じなんで。どうだこれ。結構いけそうな気がするぞ。お、もうだいぶ奥も外れそうです。さあ、そろそろ来たか、最後の一撃、来い。来い。来た。はい、来ました。はい、無事に、ミニマッチが。オックスをゲットです。はい。リプレイで見ていきましょう。いけました、いけました。1000円。よかったですね。はい。というわけでね、このね、カービィ、攻略法は正直わかりませんが、ね、たまにね、私もね、まあなんかこういうのをお遊びたいって狙ってみたりしております。はい。なんで1000円で、これ一応ね、中にお菓子ちょっと入ってますからね。はい。というわけで1000円は、まあ私の中では全然上出来でしょう。はい。というわけでね、普通頑張ったなと思っていただければ、チャンネル登録、いいね、お待ちしております。はい、というわけでこちらね、猫ペンビールを狙っていくんですが、このね、ペンギンの方、ちょこっと当たったんですがね、この左に倒れた際にね、届かなくなっちゃいました。はい、というわけでこの、こっちの本来の景品を狙っていきます。でね、奥アームね、帽子ぶっ刺していこうかと思います。さあ、どうでしょうか、奥アーム直撃、おでこを少し滑らせながら、来た、刺され。刺さりました、さあ、ずっぽし奥まで来ましたよ。さて、どうでしょう、これロックかかるでしょうか、手前アームと右アームが、あ、来ました。一気にガチって張りましたね。というわけで、ここは来ました。はい、無事に、マッチョがぶっ刺しロックで、ゲットです。リプレイで見ていきましょう。完璧でしたね。このね、手前アーム、右アーム、しっかりね、景品がこう回転しないように補助に入りましたね、はい。というわけでね、そしてね、帽子の隙間、いい感じのスペースなんでね、アームも抜けませんでしたね。というわけで、これはもちろんゲット判定です。はい、というわけで、続いてはこちらのホゲータンね、ポーチ狙っていきましょう。これも初期値タグ掛けですね、はい。タグがね、あったので、狙っていきます。はい、これ、一撃ずっぽしです。さて、ちょっとシールドからは遠いか、どういった反応を見せてくれるでしょう。これ、あー、爪がピンピンすぎて全然でしたね。はい、というわけで、ここはクロリンパで狙っていこうかと思います。正直ね、無さいです。乗り方としては浅いんですが、もうね、負荷を押したくないんですよね。はい。これはもうタグ掛けクルリンパっていうのがね、もう鉄則になってますんで。さあ、どうでしょう。やはり浅かったですね。はい。というわけで、もう負荷を押せずに撤退しておきます。すいません。はい。そしてこちらね、チーカワー行きましょうか。これまずね、左アームね、刺す股の間に刺していきます。あんまりこの刺すことに対して意味はありません。はい。さあ、どうでしょう。おーっと来ました。一気にこのさすまた引っ掛けできそうですね。いい感じです。というわけでね、そのさすまた引っ掛け狙っていこうかと思います。左アームね、ストップボタンで狙っていきます。さあ、どうでしょう、これ。あ、決まりました、決まりました。ずっぽしですよ。さて、ここから引き上げることが、はい、無事にマッチョが引っ掛け寄せでゲットです。リプレイで見ていきましょう。さすがですね。有料店ラウンドワンさんね、いけましたね。これね、他店でね、やったんですけど、全然ダメだったんですよね。やっぱりね、爪の角度、パワー、シールド、すべてにおいてね、ラウンドワンさんはね、有料だと私は思っております。
というわけでね、200円、このチーカーは200円は超得ですね。というわけで、ね、すごいね、このたくさんの登録いいねお待ちしております。はい、というわけでね、私サクッとゲットしたったんで、後日ね、こちらまた全く同じ台で狙っていこうかと思います。まずはね、全く攻略方法としては同じです。左アームをさすまたに刺していい感じですね。でこの後もね、またこのまま左アームを刺していこうかと思います。まあね、設定変わってなければね、このままね、左アームでね、寄せることがもう一気に下手したらできますよね、はい、さあどうでしょうか。うん、まあまあこんなもんでしょう。ただ準備完了です。先ほどと全く同じ感じです。どうになりましたね。なのでこれいきます。左アームね、しっかりストップボタンで引っ掛けていこうかと思います。さあどうでしょう、これストップボタンで引っ掛けて、あーおっと、これはまさかやられてますか、やられてますか、やっちゃってますかね。というわけで今度はね、引っ掛けではなくね、今度はずっぽしていきます。さあ下まで一気に深くまで刺していこうかと思います。もしかしたらね、ストップボタンがね早すぎたんでね、あの引っ掛かりが浅かったかもしれないんで、はい、どうでしょう、肘まで入りましたよ、肘まで入りました。それどういった反応を見せてくれるでしょうか。あと、まさかの設定、激渋設定に変更か。はい、というわけで撤退します。はい、というわけでね、本日はね、ディスプレイを崩そうと思ったんですけどね、ちょっとラウンドワンさんの対策にね、見事にはまっちゃいました。というわけでね、まあいろんなところでね、対策されております。あのですがね、まずね、1回目ね、するとき奥アームをね、とりあえずあのアームをね、奥まで一度奥あの移動させてみてください。そしたらね、もしかしたらね、ディスプレイが当たるかもしれません。というわけでね、ちょっとだけワクワクしましたね。で、この動画がね、チャンネルが気に入っていただければ、いいね、チャンネル登録お待ちしております。あとコメントね、必ず会話しますんで、コメントお待ちしております。それでは、この辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。